い、舞姫大学の特別講義でございます。今回2024年大予想ということで3部作をお届けしてます。パート3はですね、戦争が終わります。ある国の戦争が終わります。侵略戦争が終わります。非常に不本意な形になると思いますけども、結局はやったもん勝ちっていう結果が残るのかなと思います。そしてこの戦争でしっかりと儲けた方がいらっしゃいます。例えば世界中から寄せられた支援金っていうのが1100億ドルになったらしいですね。でこれを5人の私たちがよく知っている西洋人で分け合ってちょんということですよね。である国は在庫一掃処分ができて、新しい軍事予算がそこにつくし、まあ、言うことないなっていうところですよね。そしてね、攻めていった国も一定の利権を手にして万々歳だし、そういった形でウィンウィンで手打ちをするんじゃないかなと思います。被害者は向こうの国民ですね。失われた命は戻りませんし、これから戦後復興に様々な善意が寄せられるでしょう。でもその善意の中に利権を貪った人たちのお金っていうのは全く入ってこないんですよね。まあいずれにしても戦争は一刻も早く終わった方がいいです。その戦争が終わる時期は2024年の2月の下旬から3月の上旬だというふうに聞いてます。結局戦争も経済活動の一部ってことなのかなと。悲しいけれどもこれ戦争なのよねということでした。さあ当たるでしょうか、どうでしょうか。今回3つのね大きな仮説を立てさせてもらいましたけども、どうなっていくのか私自身すごくね興味を持って見ております。でこの予想が当たるってことは、全ての社会的活動ってのは計画されてると思いませんか。これがまあ陰謀論の始まりなんですけども、ただ人がやっていることですから、物事が終わり物事が終わるのは偶発的に始まるというよりも誰かによって仕掛けられていると考えた方が自然かもしれません。それではお疲れ様です。